金色の字の上に満開の花を咲かせる桜の樹木を描く江戸時代の屏風絵。1805年頃に酒井抱一が描いた大数屏風。江戸琳派の祖とされる絵師抱一が制作したこの屏風には下側に銀箔が広く貼られていますが、これは後から付け加えられた部分のようです。その上に桜が2つの屏風を並べると向かい合うように描かれています。右隻では下の部分をぼかした太い幹から左右に枝が伸びています。左隻では細い2本の木が組み合わせられています。木々の幹には丸い苔の下に墨の黒い色と緑色がにじむ垂らし込みの技が用いられ、満開の桜の花は白い色が輝く金色の背景の前によく生えて存在感を示しています。